ちゃ。こんにちは。お、なんかすごい今日は飛び出しましたけど。やりましたね。あ、やりましたよ。やりました。大谷選手。やったよ。何が14、15。連発。連発。だよ。いや、すごかったな。てかハイペースですよ。いや、やっぱりさ、はい、彼の頭のいいところって、うん、それまで引っ張ってたんだよね。引っ張ってホームランが出始めてるんだよ。はい。で、元来、うん、右に左にホームランを打てるバッターでしょ。はい。で、大谷も考えたと思うんだよ、14号の時は。ちなみに13号は、うん、どこでしたっけ。ライトスタンド。ライトでしたね、うん、左のピッチャーがね、はい、ライトスタンドを叩き込んだんだけど、うん、これが、うん、最近ね、引っ張る傾向にあるんだよ。おう。だから大谷も逆に打っといた方がいいかなっていうので、うん、多分ね、反対方向に狙ってたな。あれはどの球でしたっけ。どこら辺の。外のまっすぐだよ。外のまっすぐだった。ちょっとツーシームが多少かかってるかもわかんないけど、あ、まあまあまあ速いボールをおそらくね引きつけてセンターから反対方向に持っていこう、はい、レフトの方面に、はい、これなんでかっていうとさ、はい、駆け引きがあって、うん、やっぱ打てるやつって、うん、やっぱ引っ張りが続いてると、うん、引っ張らせないために多分落としてくるんだよ外に、相手ピッチャーが、うん、でも落とされると困るんだよ、はい、やっぱバッターとしたら、うん、だから反対方向に打っとけばそういうボールも想像しながら、はい、今度また引っ張れるっていうことで今度引っ張って15号打っちゃったよ。あ、だから今度はライトスタンドにしたの。だから餌巻いてんだよ。それがホームランになっちゃうからすごいんだよあいつ。だ、大谷選手の凄さってクレバーですよね。クレバーなんだ。なるほど。だから14がレフトスタンド、レフト、まあまあ言えば左中間あたりだな。あたりでしたね。気持ちよかったです。で、15号はだから今度流してるから今度は絶対引っ張れるボールが来ると思って待ってるから、もうメジャーなんかちょろいと思ってんじゃない。いや本当に。そうですよね。いや本当に。そしたらもう大あつらえ向きの引っ張れたもんが15号だもん。本当もうね、占い予想者かのように来ましたもんね。来た来た。でポンと。だからやっぱデータって今あるじゃない。はい。だ、何を打った何を打たない、うん、ね、その中からやっぱりチョイスして、こいつに引っ張らしたらちょっとホームランあるぞということで、うん、それまでの大谷って角度が上がらなかったね、はい、引っ張ったら、はい、ゴロのケースライナーのケースが多かったんだ、うん、でここのところやっとやっぱこう引っ張れるようになって、なんか引っ張ったホームランが何本か続いてるでしょ、はい、そうですね。だからあいつも考えたんだ、うん、クレバーですね。大谷選手の方が、いやもちろんもちろん、ね、じゃないと打てないよあんなに。ですよね。しかも連発できてますからね。連発だよお前、すごいですよ本当に。知らねえぞお前、ね、いや本当に、ね、未来予想図だから。そうですよね。ピッチャーは右最悪14号がね、14が右、うん、で15号が左。あ、右左、まんまやっぱ変えてくるもん相手も。大谷さんに打たれたくないから。大谷さんに打たれたくない。ショータイムにはしたくないってことですよね。そうそう、相手もそう、大谷翔平だからね。そう、ショータイムにはしたくない、したくないっていう。でもこずっとこうなんて言うんですか、コンスタントにホームラン出てますよ、うん、だから左も右ももう関係なくなっちゃったよね。そうですよね。だからメジャーに行った当初っていうのは、うん、左ピッチャーにあーちょっと苦手意識あんのかなっていうのがあったけど、はい、全くないね。ですよね。15号のライトスタンド行った時はどんな球でした？ちょっとねカット系のボールだな。カットだったんですか？カット系のボール、ちょっと動いてる。左？もうね、ちょっとどころ、ちょっと動いたぐらいでびくともしないから。本当に。手長いし。長いですもんね。長い。リーチがあるから。リーチあるから。引っ掛けちゃうから。引っ掛けてポンって。そうそうそう。もうあれは、あれはもうライトに狙い撃ちだから。打った瞬間もう。ああもう行く行く。行くと分かってます。行く行く。完璧に。14号も打った瞬間、まあ、入った打席に入った瞬間に打つなんか行く感じがしたもん。であ今度は引っ張るぞみたいな。おおやっぱ引っ張った。え、じゃあそれ、14号も入ったあの打った瞬間にそれと分かるものでした？豊さん、いやここで俺は理想はやっぱりこう流して打っとかんかなと思ったら流してくれた。流して、はい、入っちゃった。もうなんかフィールドいらないみたいな。全部スタンドでいいって。もうね、もう大谷選手の場合からね、大谷さん野手いらないって。野手いらない。これこのままのペースでいったらどのくらい打つんですかホームラン今年。あの自身のキャリア50本近くだな。でもピッチャーとの兼ね合いがあるから。そうなんですよね、うん、それはまあ疲れも伴ってくるよね。でもリアル二刀流やってますから。そうだよ。でピッチャーで投げてその、ね、バッターでホームランって確率も考えると
自身のキャリアハイが22なんですよ、ハム時代と。そりゃ行くよ。もう越しますか。あ、行く行く。もうそうですよね、今だって15号まで打ってるわけですから。もうなんなら右で打ってもホームラン打っちゃうんじゃないかなっていう。スイッチ、それもできるんじゃないかなと思うよね。打つんじゃないですか。いや本当に、でめちゃくちゃ足速いしさ、あれ真剣にやったらもう盗塁王も取れる。だから一時期さ、ベース踏むのがさ、なんか苦手だどうのこうのって踏んだら捻挫しちゃうみたいな。危ない。もうあったるけど、やっぱり一歩一歩やっぱ確実にいってるね、はい、そうですよね。でもその3あの2本打った後の最後のヒット、14、15、 あれ15打った時の試合でしたっけ、あれって。そうそうそう、そうですよね。あれ、待ってください、14って何打席目に打ちましたっけ。あの何がレフ ト, レフト14は1打席目。あ、1打席目か、うん、で3打席目に左で、あ、同日でしたっけ14、そうそうそう、15って、うん、あ、引っ張ったの。引っ張って、うん、だから2打席目はフォアボールだ。あ、見たんですね。振らしてくれないんだもん。あ、話になる。相手がね。相手が、それは無理ですよ。無理。ええ、いや、それで、はい、で使ってきたんだよ、やっぱワンポイント。あ、左のね、はいはいはい、それで3打席目に今度は引っ張ってホームランいったんですよね、うん、そうそう。でもうど真ん中しか投げることも球がないの。コース狙っちゃったって打たられるの。もうどこも打てないで、うん、あ、投げられないですよね、ピッチャーから。そしたらお前、ね、最終打席、うん、強烈なセンター前だよ。センター前、ピッチャー避けてたから。ちょっとね、そうそう、当たりそうになってましたけど、ね、強烈でしたもんね。強烈だよ。いいですよ、うん、もう大谷翔でしたもんね、本当に。もう翔平だからな。翔平だから、大谷さんからね、すごいよ。本当ですよ。いや、もうメジャーでもスーパースターだな。いや、もう完全にそうですね。だから巷では誰と結婚するんだっていう、そういう話で持ちきりらしいよ。だからもうそんな、うん、野球リアル二刀流とかもうそんな話題じゃないんだよ、うん、あいつは誰と結婚するんだっていう。え、ちょっと待って、そっち、そっちなんだ。そっちですか、14。いや、興味あるだろ、やっぱ。いや、ありますよ、どんな方と。どんな人よ。っていうか、もうあそこまで完璧だと女性側もちょっと引いちゃいますよね。外人と結婚してほしいな。結婚して、で生まれた子がハーフでさ、またか、また二刀流、また、え、待ってください、また二刀流。また二刀流。また二刀流ですか。また二刀流。これもうあれですか、やっぱりメジャーで最初から行きます、それとも一回日本球界で子供はやらせるんですかね。いやいや、もう向こうでしょ。向こうで、もう野球にとらわれず、はい、ゴルフもやっちゃう。もうシード権取ってっで、シーズン中は野球と、でシーズンオフはアメフトだから、で途中で4日間だけもらって、うん、マスターズ出ちゃう。そんな、どんなスーパースターですか。なんか生まれそうな気がしないか。いや、でも身体能力すごいですから。すごいよ。いや、そういう子供が生まれるかもしれないですよね。だってデシャンボっていうさ、はい、ゴルファーの飛ばし屋がいるんだよ、はい、10キロぐらいこう増量して、はい、もう370ヤードぐらい飛ぶんだよ。そんなですか。600ヤードのロングっていうのがあるんだよ、はいはいはい、こういうふうな、こういうふうに測ったら600ヤードなんだけど、ここ越すんだったら370ヤードぐらいいるんだよ。ここ越しちゃうから取り抜けちゃうじゃないですか。通り越してドライバーだな。すごいですね。だ、大谷の子供は多分スプーンかなんかでいっちゃう。ちょっと待って待って、スプーンで越していきますね。だ、平均飛距離400ヤードいくから。いや、ちょっと、いや、そう、想像できないか。もう4大メジャー大会全部制覇ですよ。そう大谷選手だ。ワイドレシーバーだから、アメフトはバーン走ってバーンキャッチしてタッチダウンみたいな。もうどえらい稼ぎますよ。いや、もう稼ぐどころじゃない、根こそぎ持っていくってやつ。でちょっと話戻しますけど、あ、戻るの？14、15出たんで出た。もう16、17ももうすぐだということで、もうすぐだよな。また16、17、18出たらね、うん、どういった球をどの方に持っていったっていう、ちょっとね、分析解析を。いや、もう早いよ、もうすぐ取らなきゃいけなくなっちゃう。急ぎで取らなきゃですね。そうだよ、出たらすぐここに集まって。そうだね、取りましょうね、はい、はい。